皆様ごきげんよう。今回、一仕事終える滝哲社長です。再び山と向き合ったマリサだ。前々回、滝間を結ぶ大動脈である滝哲本線が逼迫することを見越し、南側に新たな滝間連絡路線を計画しました。その先行区間として、北市地域の大宮亀山間を開業させています。続いて前回、滝鉄ではない会社によって田上地域南に鉄道が開通しました。今回、未開通の区間を我が滝鉄の手によって開通させ、第二の峠越え鉄道を完成させます。今回開業する区間は、先行開業区間の終点亀山から、兜越えの難所を経て、鴨、木津を通り、四条縄手へ至る区間です。四条縄手から先は、波早鉄道によってすでに波早の片町まで通じています。もともとは波早とその近郊を結ぶ目的の短距離鉄道ですが、大宮、奈良、波早を結ぶ幹線に組み込みます。滝鉄道と波早鉄道の間で協議を行い、滝鉄が波早鉄道を買収し、吸収合併することで合意しました。南幹線は先行開業時の終点、亀山から鳥亀山線と呼びましたが、波早に至る路線となるため、滝鉄道波早線に改称いたします。それでは今回開業した区間を見てみよう。亀山から早速、兜越えと呼ばれる山岳区間に入る。今回の開業した区間でも、最大勾配は 25% とした。薄い峠同様、最頂部ではトンネルを掘っている。兜越えを果たすと、柘植上野に到達する。上野駅は旧国名を冠し、北市上野駅とする。北市上野の次は島河原。ついで月ヶ瀬に駅を設ける。再び山がちな区間に入り、トンネルを抜けると鴨の町に向けて駆け降りていく。鴨で山岳区間を終えるため、機関庫を置く。鴨から波早方面を目指すが、進路になら鉄道の線路があるため、木津で立体交差を設けてなら鉄道を越える。なら鉄道を過ぎて勾配を下ったところに新木津駅を置く。滝鉄の新木津駅は、なら鉄道の木津駅よりも木津の町に近い。離れているが、新木津と木津が乗り換え駅となる。新木津を過ぎると四条縄手に到達する。四条縄手から先は前回開業した旧波早鉄道の区間に入る。続いて運行する列車について、薄い峠と同様に、山岳区間の前後に機関庫を置き、峠区間では山登り用の輸入機関車を投入する。旅客列車のほか、四日市近辺の石油産業で生産された燃料を、田上川に越境させる列車を中心に、多数の貨物列車を運行する。今回の事業は以上です。これで、滝鉄道は薄い峠と兜越えの2ルートを確保しました。路線網の骨格となる幹線が出来上がりましたので、今後は各地域のテコ入れをしていく所存です。ここからは、峠区間の全面展望をお楽しみください。3番出発進行。3番出発進行。まずは今回のルートをご紹介します。前々回に開業した亀山からスタートし、山岳区間の兜越えを経て、途中盆地の北市上野などを経由し、山岳区間西側の鴨に至ります。薄い峠ほど華やかなものではないが、山越えをぜひ楽しんでくれ。今左側に映っているのは亀山機関庫だ。さて、遅くなりましたがリアルタイム視聴の皆様、明けましておめでとうございます。本年も活動を続けてまいりますので、何卒よろしくお願いします。兜越えに挑みつつ、コメント返信をいたします。一つ目のコメントはこちら。京都駅の近鉄線みたい。関連してこのコメントも、近鉄京都線と JR 奈良線を合わせた感じですね。今は何がどうと言えないのですが、これらのコメントは作る側が欲しい反応そのものです。まあなんと言いますか、ごちそうさまでした。お次のコメント。いや本物の奈良鉄道と大差ないやん。やったぜ。お次のコメント。このロゴ好きだわ。続けて関連コメント。車掌が7つの羅でそれっぽい。
奈良鉄道の車掌はおっしゃる通りの由来を持ちます。こういったパッと見るとわからないけど、言われてみれば納得する感じ。江戸時代の看板でもよく見られましたが好きですね。さて、列車は下り勾配に転じます。お次のコメント、駅的には近鉄じゃなくて JR 奈良線かな。町の中心や行政機関から駅が遠いのは確かです。拠点駅は機関車の補給や付け替えなどのため広い土地が必要です。遠方進行、遠方進行。場内注意告げ停車、場内注意告げ停車。よって土地の確保が難しい町の中心地に駅を置くわけにはいきません。奈良駅の場合は街道が奈良の町に入る箇所に設けられています。ですので中心地と駅の間は離れるのが自然なのです。今すれ違うのは燃料を輸送する峠越え貨物列車だ。燃料を積むのは手前方向の四日市近辺、降ろすのは進行方向にある各駅であるため、手前方向に進む先ほどの貨物列車は空2階層の状態だ。到着停止、到着停止。つげーつげー、片町行き発車します。出発進行発車停止、出発進行発車停止。お次のコメント、バニラで草。バニラトラックくん、なぜかとても人気がありますね。前回は静止画でしたが、あのモッドはなんと音も鳴るんですよ。やかましいですね。作った人の他のモッド見てみたらパンジャンが鎮座してたな。関連してこのコメント、なんだよこのモッドわらわら。このコメントに関してモッド作者氏から直接弁明がありまして、本人にも訳がわからないなどと供述しておりました。場内注意北潮への停車、場内注意北潮への停車。お次のコメント、スルーされる都市の抵抗すごそう。真面目に答えてしまうと、機関車の加速性能がよろしくないので、全ての集落に駅を設けると所要時間が伸びてしまって、沿線全てが不幸になるのですよ。どの鉄道沿線にも乗り合い馬車や自動車が走っているので、ご活用ください。なお、用地提供などの申し出があれば喜んで設置いたします。停車停止、停車停止。上野を北市上野を片町行き発車します。出発進行発車停止、出発進行発車停止。お次のコメント、そして一事故で首都圏全体の鉄道網が麻痺すると、関連コメント、さらに京急まで激混みしてダイヤが乱れるというということもありますので、見てみたいけどやってほしいかと言われると、ま、妄想を具現化するために鉄道経営ゲームが作られるわけです。お次のコメント、九州遠征フラグかな。もう大体どこ行くか把握できてしまったわい。遠征にはすでに行ってきたぜ。旅動画は出そうと思っているのでぜひ見てもらいたい。ちなみに前回動画で聞いた件の結果だが、博多ラーメンは食えたが地酒にはありつけなかった。場内注意島原停車、場内注意島原停車。お次のコメント、富山地鉄が厳密に民営と言えるのかというと、それは複雑な持ち合い関係に県や富山市が入っている。それはそう。まあ富山地鉄自身は自分のことを民間企業だと思ってるようなので、民間企業ということでよろしいかと思います。到着停止、到着停止。島ヶ原片町行き発車します。出発進行発車停止、出発進行発車停止。と言いますのも、自治体が地鉄株を保有する理由が第三セクターのそれとは全く異なるものだからです。
元となった交通機関の中に富山県営鉄道が含まれていたことと、第三セクターであった富山ライトレール株式会社を合併したこと、以上の経緯により自治体が株主となりましたが、富山地鉄は自治体の仕事を代わりに行っているのではなく、自らの事業として営んでるわけです。なので行政の仕事を民間が行うことで効率性を求めるという、第三セクターの大元の目的とはそぐわないのです。総務省の指針によると原則として 25% 以上の出資とされているので、現状の自治体保有 3.9% なら実質第二セクターと言えるかと思います。月ヶ瀬停車停止。月ヶ瀬停車停止。さて、ここからはトランスポートフィーバー関連のトピックスをお届けします。発売2周年を記念して数々のモッドが投稿されました。特に国内の有名な蒸気機関車群が大量投稿されたことは、日本車両プレイに与える影響が大きいでしょう。月ヶ瀬発車停止。月ヶ瀬発車停止。これで1870年代から一通り日本の車両で遊べるようになりましたかね。旅客列車に関してはそうだな。貨車も戦後以降のは揃いつつある。貨車モッド群は一通りの車種が揃ったら紹介動画もあるといいですよね。私自身、このゲームをやるまで、有害車や無害車、タンク車くらいの区別しかできませんでしたし、判別できるようになる動画の需要を感じます。また、発売から2年経った今も着々と増え続けているのは、モッド制作者様の尽力の賜物であり、頭が下がる思いでいっぱいです。頭が上がっているのはこの赤い機関車。連続上り急勾配を力強く上っている。動輪の粘着重量を稼ぐため、テンダー車でありながら機関車本体にも、水槽を備えている。機関車本体の運転室と淡水車双方に屋根と側板を設けた造形となっており、横から見ると門構えに見えるのが特徴だ。さて、話題がつきましたので身の上話をいたします。前回動画とまた少し間隔が空きましたが、なぜかと言いますと普通車免許の教習に通っていました。もともと AT 限定は持っていましたが、ミッション車も乗れるようになりました。とはいえ日常使いの車はオートマのままにしますが、2020年代の今、マニュアルを楽しんでおかないと、近未来には庶民の乗り物ではなくなる予感がするのです。内燃機関車が普及する前、馬が交通に果たした役割は大きかったわけですが、今や馬と庶民の関わりは競技や、乗馬そのものを目的とした施設に限られるわけです。うるさくてガソリン臭い乗り物が同じ道をたどるのは、望むと望まざるに関わらず、避けられないように感じます。ですので、庶民の身で味わえるうちに味わっておこうと思うのです。ただ、電動車は電動車で電車っぽくて好みではあります。さて、列車は国境を越えて多賀見地域に入ろうとしています。出発進行。ここから先は、下り勾配に転じる。短い距離で高低差が特に激しい区間だ。眺望も良く、とても気に入ってる。さてここからは、広告者の皆様をご紹介いたします。ドラコニア様、赤石入道様、ニコキテ道様、ジャボン様、サカタン様、ノア様、BEA 様、ライズ様。
はやぶさ様、みーちん様、南雲中二機動要塞様、ピージン様、川様、ホッピーセット様、ケノビ様、イガモン様、カモネギ様、おじいちゃん様、ルート様、メグハラ様、藤正様、ループ様、流星様、犬手様、タキコ様、石の船様、ビルバイン様、キンコムセブン様、ワゴン理神大社様、こと鉄道アロマン、メカジキ様、フルイテア様、ヒロサム様、赤野野様、鉄道会社がたくさんあってまさに黄金時代、おじいちゃん様、おなかゆうた様、最近日本車モッドがさらに充実してきて嬉しい、アマドク様、フグーラ様、ユリキューブ様、ポンスケ様、JA45 様、モリリン様、スーパーカムイ様、ソラヒト様、マミリス様、アカナス様、ルート様、以上の皆様にニコニ広告をしていただきました。広告していただきありがとうございます。合わせまして、再生、マイリスト、いいね、グッド、フォロー、チャンネル登録、バッド、リムーブをされた皆様に感謝いたします。滝鉄道波早線全線の全面展望は別途投稿しますので、そちらもぜひご視聴ください。また次の動画でお会いしよう。停車停止。停車停止。カモー。カモー。